はい、こんばんは、8時です、2020年3月31日、2019年度の最終日です、年度は4月の1日から本日3月31日まで始まるで終わる形になりますので、まあ、2019年度、今年度何があったかを振り返ってそれぞれ振り返ってみましょう。まあ、最後の年度の最後にはちょっとコロナウイルスという大変な事態が起こって現在も進行しておりますが、まあ、あの皆さん4月から自分でやってきたことを振り返りながら、あの、まあ、この年を振り返り、明日から来年度になりますので新しい年年度に何ができるか、あのそれぞれ考えてみたらいかがでしょうか。それでは、ウェブ朝倉学校の春休み第6日目本日は、方程式の話の続きをしたいと思います。はい、それでは、これ違う、あの方程式の話の続きで、文章題の話をしたいと思います。で、一次方程式で、昨日も、ゼリーとプリンを買った合計金額の問題をやりましたけど、本日は速度、時間、距離の問題を方程式で考えてみましょう。はい、それで昨日の復習ですね。昨日はこのような問題をやりました。100円の箱に1個のゼリー、80円のゼリーと1個20円のプリンを合わせて24個詰めて買ったところ、代金の合計は2420円だった。この時の買ったゼリーの個数を求めなさいということですね。で、これを解くためにまず方程式の発想として、その求めたいもの、例えばゼリーの個数を X とこう言ってみると、そうするとプリンの個数は全部で合計24なんだから 24-X 個になって、それを元に式を立てるんですね。方程式を作ると、80円のものが X 個で、120円のプリンが 24-X 個プラス100円で、あの箱の値段100円で2420円で、これを解いていくと答えになるという話を昨日いたしました。それでは一次方程式の文章題、このような、まあ、身近な生活の問題というか、あの具体的に分かりやすい問題が実はいくつかパターンがあるんですね。合計金額問題、これはプリンとゼリーの合計金額の問題です。獲得問題というのはまた後にやりますけど、例えばある鉛筆を10人で分けたら3本余り、まあ、15人で分けたら、逆か、15人で分けたら3本余り、12人で分けたら、12人で何本ずつ分けたら3つ足りなかったとか、そういうようなことで、その鉛筆の本数を求めさせる、獲得の情報から総本数を求めさせるというような問題です。で、本日扱うのがこの速度、時間、距離の問題で、これ一番生活に身近な話ですね。あと食塩水の濃度モーダー、食塩水じゃなくて砂糖水とかの濃度でもいいんですけど、濃度を、まあ、8% の砂糖水と 5% の砂糖水をそれぞれ 100g と 500g 混ぜたら、まあ何%になりますかというの問題があります。あと当たりくじの確率の問題というのがあります。で、この5パターンぐらいが文章題で有名なんですが、本日はその中で一番生活に身近な、まあ、速度、時間、距離の問題をやってみたいと思います。で、まず まさに生活実感ですね。皆さんが、友達と遊びに行くとか、家族でどっかに行くとか時 の、生活実感の問題で、そうですね、大体のまずこっちから行きましょうか。人にもよりますけど、大体人間の歩く速度は時速4キロというふうに言われてます。で、時速4キロを4000メートルですね。で、60分、1時間、4キロメートル、4000、キロメートルですので、まあそうすると、分速にすると約、まあこれ大雑把に計算してますけど、約60メートル。つまり1秒、秒速1秒1メートル進むんですね。
まあ、感覚的に歩いてると、まあ、1秒に1メートルぐらい進んでるという感覚分かりますよね。そして自転車は若干速くて、60分、まあ、1時間で15キロぐらい進めるんですね。でそうすると、まあ、60分で1万5000 メートルになすと、これメートル抜いてますけどメートルですので、分速1分間250メートルぐらい進むと、まあ、交差点から交差点の間ぐらいが250メートルの間隔ですかね。そうすると、これを割りますと、60で割りますと毎秒4メートルぐらい、まあ、歩く速度の4倍ぐらい、これも感覚的に合ってますね。1秒に4メートルぐらい進める。で次に車、私車乗らないんですが、まあ大体、まあ、その信号待ちとかの時間も合わせると、まあ、もっとスピードを出す能力はありますけど、まあ、時速36キロぐらいと考えてみましょう。でこの36キロというのはあえてこの数にしておいた方が、まあ、実感ともそんなにずれてないし計算上いいので36キロにしておきます。でそうすると3万6000メートル60分で走る形になりますので、分速600メートルということで、自転車の2倍ぐらいになりますね。歩く速度の10倍ぐらいになります。そうするとこれちょうど60で割ると1秒10メートル、まあ、1秒10メートルというのは車の感覚に合ってるんじゃないでしょうか。でこれ実は、ウサイン・ボルトという、まあオリンピック選手がだいたい100メートル9秒台、9秒な何とかで走りますので、まあ、約10秒ですね。約だから実はオリンピック選手、短距離選手の速度と車のスピードはほぼ等しいということですね。さてでこの感覚の中で、まあ、自転車が、分速250メートルぐらいだというイメージを持っていただいた上で、じゃあちょっとこの成果実感の話に行きましょう。自転車の成果実感で速さ、時間、距離を考えてみましょう。自転車で4分走って1キロ先に到達したと、自転車の速度を当てたら、まあ、1000メートル4分で走るので分速250メートルということになりますね。でこの分速250メートルで8分走ったら250メートル毎分に 8をかけて、まあ、2キロ走れるということですね。で、まあ、これ、行田から西船橋駅ぐらい、まあ、ちょっとそれより遠いかな、まあ、それぐらいですね。それで、でこの自転速度で3キロ先に行くのにかかる時間はということで、これ距離3000メートル250で割ると12分かかるってことが分かる。これ皆さん普段これ計算してますよね。なんとなく計算できてるんですけど、これが実際の文章題になるとなんか戸惑ってしまうのでですね。それで、その戸惑う時を、見越した、図がありまして、これは実は今、だいたいどこでもこの図を使っていることが、私の時代にはこの図はなかったんですけど、この図非常に便利ですので、知っておいていただくとよろしいと思います。ハージーキーと見ますね。あるいは、場所によってはミーハージ、まあ、道のり、速さ、時間というふうにこの順番で表現することもありますけど、このバス停みたいな記号を書いて、速さ、時間、距離というふうにこう置くんですね。でそうすると、でこれはこの3つのうち2つが分かっていると残り1つが分かると。じゃあ速さを求めるときにはこれ分数と捉えて、距離を時間で割ればいいということですね。で時間を求めたいときはこれをこれで割ると、距離を速さで割ると。そしてこれとこれをかけるとこれになると、速さと時間をかけると距離になるということで、はとじをかけるとキーになり、歯を求めるときには木を字で割り、字を求めたいときには木を歯で割ると。で、この丸の中にこう数値を当てて埋めておくと、残り一つの数字が、まあ、割り算か掛け算かで求めることが非常に分かりやすいので、まあ、これは慣れない人には、この図式を活用することをお勧めします。こんなこと書かなくてもパッと頭の中で計算できる人は、まあ、それでいいんですけど、戸惑ってしまう人にはこの弾きの図は、おはじきですね。おはじきの図は非常に有用です。それでは実際の問題やってみましょう。はい、これ2011年の千葉県公立高校入試の問題です。A さんは自宅から 1.8km 離れた駅まで行くのに、初めは毎分 70m の速さで歩き、途中から毎分
150m の速さで走ったところ20分かかったと。でこの時に歩いた時間と走った時間をそれぞれ求めなさいということです。はい、どう考えればいいでしょうか。はい、YouTube で見てる人はここで止めて、まあ、実際計算してからやってみてください。はい、発想をどうすればいいかということで、じゃあいきますね。はい、でまずは方程式を立てるときに重要なのは、あるわからない数値の一方を x と置きます。でそうすると合計20分ですので、歩いた時間を x と置くと走った時間は 20-x ということになります。はい、それを前提に図を書いてみましょう。まず家から歩きますね。そしてその後走ります。で合計が 1.8 キロですので 1800m、 これはメートルに直した方がいいですね。メートルに直します。 1800m と。でここに弾きを入れてみると、速さ毎分 70m で x 分歩いたということですね。そして毎分 150m で 20-x 分走ったということです。でここにこの、まあ、弾きの図を書いて入れておくと、これとこれをかけたものがこれですので、距離が 70x ということになります。でこっちは 150x という 150×20=x ということが分かります。これが1800になりますので、でこれがここの部分を取ると方程式が立ってまして、 70x プラス150×20=1800 が解けまして、これを解いていくと、この前の解き方のように15と分かります。つまり15分歩き5分走ったということができます。これが、発想と回答の流れですので、よく見てみてください。それでは引き続いて次のもう一問やってみたいと思います。はい、これ2017年の問題ですね。あきこさんは 1.8km、 あれさっき2011年で 1.8km 出てきましたけど、また 1.8km 出てきましたね。6年後の入試問題ですけど、 1.8km 離れた駅に向かって家を出発したと。それから14分後にお父さんは自転車で家を出発し、同じ駅に向かった。アクソンは分速 60m、 お父さんは分速 200m で、それぞれ一定の速さで進むとすると、お父さんが家を出発してから何分後に追いつくかと求めなさいということです。さて、でこれは実は引っ掛けの話が一つ入ってまして、さっきの歩いて何分、走って何分で 1800m 先に着くという時には 1800m という情報重要だったんですけど、これって実は関係ありますか？ 1.8km 離れた駅で、もし駅に、まあ、なんかどちらかがついちゃった後に追いついても、まあ、問題が成り立たなくなりますね。駅で止まっちゃうわけですから。だからこの問題を作ってる前提は、まあ、駅に着くまでに追いつくだろうということを前提にしてますので、この駅が 1.8km にあるってことは実は情報としてはあんまり関係ないんですね。まあ、そこに引っかからないでください。 さてそれでは、まあ、大体方程式を解くときには求めるものを x と置きますので、お父さんが家を出発してから何分後に、この何分後を x と置くんですね。さてどう考えればいいでしょうか。 YouTube を見てる人はここで止めて考えてみてください。それではいきますね。はい、お父さんの自転車で走った時間を x とすると、あきこさんは x プラス14分前に動きもう失敗したんだから、お父さんの x に対して x プラス14分ということになります。でそれを前提に弾きの図を書いてみましょう。あきこさんは逆でしたね、ごめんなさい。お父さん、こっちがお父さんでこっちがあきこさんですね。でお父さんは、分速 200m での自転車で x 分走って距離が 200x になります。それと今度
追いついたわけですから距離が同じ距離になったってことですね。で、あきこさんは分速60分で歩いていて14プラス X 分歩いたんでこうです。これが釣り合った。これちょっとお父さんとあきこさん逆になってます。で、これが釣り合うという式がこう出てくるんですね。で、この式を解いていくんです。で、200X イコール60括弧14足す X で両辺を、まあ、共通の最大公約数の20で割ると計算が楽になります。 10X イコール3括弧14足す X で、これを分配法則で分配しまして、こう3を両方にかけて40プラス 3X 10X イコール42プラス 3X、でこっちを移行しまして10-3X イコール42 7X イコール42で6分後ということになります。6分後ということですね。はい、さてこの問題には実はもう一つ発想ができます。はい、この問題を最初に見て今言った発想の他にもう一つ発想ができるということを思いつきませんか。お父さんが、まあ、明子さんにライバル意識を持っていて、まあ、すぐに計算が早い人だと考えましょう。そうして、明子さんは14分後、お父さんが出発する時点で14分進んでますので、まあ、明子が歩く速度を知ってるとすると 14×60 840m 先に進んでることを知ってるわけですね。そこからスタートして、お父さんは自分の自転車が 200m 分速 200m なので、明子さんよりも140速いことを知ってると。そうするとこういう発想ができます。はい、明子さんに14分×60m 840m 先に行かれた距離を自転車が歩きより速い分、ちょっとこれ改行されてしまったけど 200×60イコール分速140m分で取り返すと。そので、まあ、先に行かれた分 840m 分を取り返すというふうに考えますと、実はこれ6分というふうにすぐに出てきます。で、 14×60 をあえて計算せずに残しておくともっと計算が楽で、これが消えますので6分と出てきますので、こういうふうに計算ができます。はい、それでは実はこのバス停のような表は合計金額問題にも使えるんですね。合計金額問題のこれ、はじき、速度と速さ時間距離と置きましたけど、今度は、その値段、商品の値段と個数とその商品の合計金額、値段と個数と金額で、これ猫金と私呼んでます。で、はじきとかみはじっていうのは、まあその受験の世界では有名なんです。これ猫金というのは私がオリジナルに考えたので活用してください。ね、猫に小判という言葉がありますけど、猫金。そうするとゼリーとプリンの問題はこう猫金で表すとこうですね。80円の値段のやつが X 個あったと。で、 80X とゼリーの、金額は 80X で、プリンは120円の値段で 24-X 個あったと。で、これをで、箱と100円。で、そうすると、ここのところに、実はそのまま方程式が書くんですね。で、このバス停を利用しながら、バス停の上部の部分をこう、つなげていくと、自然に方程式ができているという、便利なやり方ですので、この、図を書かなくてもできる人は、頭の中でどんどん操作して、これをすぐに作っていただきたいんですけど、この方程式を、立てるのが苦手な人は、このバス停の図をうまく活用してやってください。はい、それではこの方程式の文章題というのは非常に生活密着型で面白い問題なので、若干この方程式の文章題をこれから続けてやっていきたいと思います。明日は、まあ、食塩水濃度、まあ、何パーセントの食塩水何グラムと何パーセントの食塩水何グラムを合わせて何パーセントの食塩水何グラムができるかという食塩水の濃度の足し合わせの問題のことをやります。で、その発想の前提として面積図線分図という発想と方程式という発想の、まあ、別のやり方があるので、その発想の整理をします。そして、まあ、明後日は過不足問題ですね、と当たりくじ確率問題をやりたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。
はい、それでは、数分後にまた理科をやります。ご清聴ありがとうございました。